皆さんこんばんは。真夜中のノスタルジーラジオホリデーのお時間です。取り留めもない会話、気持ちのいい生活、ラジオホリデーです。私、書家で写真家の富永康弘と申します。好きな言葉はこんばんはです。こんばんは。はい、どうぞ。こんばんは。こんばんは。音楽家でアイドルオタクの森昌司です。こんばんは。好きなカスはマラカスです。なってるよなってるよなってるよ。マラカスがすっごいなっちゃった。お疲れ様でした。はい、さあ、お知らせですよ。お、はい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 、今日はね、CD のお知らせですよ。あら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 、あの東京スカパラダイスオーケストラが今年デビュー30周年ということですね。イエスイエス。30周年にして初のトリビュートアルバムが出たんですね。あ、はいはい、存じ上げております。楽園13系と申します。はい、ものすごくいいアルバムですよ。うんうんうん、うん、ぜひ聴いてほしい。はい、ぜひ買ってほしい。はい、あの若手のミュージシャンが結構多いんですけども。そうですね、うん、はい、うん、あ、こういう人たちが後世にスカパラの魅力をこうやってつなげていくんだな、うん、あの伝えていくんだなと。滑舌悪くてすいません滑舌の問題じゃありませんでしたけど。結構でもね、こうイケイケな感じでいいですね、はい、攻めてる感じが、はい、すごくいいと思いました、うん、みんなもぜひ聞いてください、うん、はい、はい、いやー、初回で写真家ですからね。それだから富さんはそれの、うん、ああごめんごめん、ね、忘れてました。ただの CD の宣伝だと。楽園13系っていうアルバムのタイトル、はい、題字を書かせていただきました、ジャケットと場面ね。そうそう、森君いいこと言うねわ、そうなんですよ。ただの宣伝もいいんだけど、ちょっと僕の宣伝も、はいはい、スカパラの楽園13系っていう題字を書かせていただきました。東京スカパラダイスオーケストラはですね、実はここ過去ですね、3回ほどですね、うん、私ね、ライブツアーのタイトルをですね、うん、筆文字で書かせていただいておりまして。あれたまんねえっす。あれたまんねえっす。アンガトッス。最初はね、うん、叶えた夢に火をつけてもらいます、うん、次が涙は後ろ体は前、うん、次がめんどくさいのが愛だろ、うん、このスカパラロマンあふれる歌詞の世界の一部をですね、うんうん、ツアータイトルとしたものが、うん、ここ3年ほど続きまして、それを書かせていただいてたんですね。もう素敵。DVD になってるのもあるから、はい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 、みんな聴いてほしいです。見てほしいです。結構印象的な使われ方してますんで。おー、へー、はいはい、ぜひ円盤で見たいですね。円盤で見てくださいよ。円盤って言っても高円寺の円盤には超ローカルな話題そうそうそう、それと、はい、新元号が今日発表されまして、私最速ですね、お仕事で新元号を書いてきましたよ。よかった、ほっとした僕ほっとしたんですよ、森昌司君。どうしたんですか。新元号が令和でほっとしたんですよ。あ、字的にってことですか。いや、富永じゃなくてよかったな富永ね、かっこよくないよね、富永。いや、かっこいいっすよ。実はすごいかっこよくないっすよ。いや、いいっすよ、富永。富永の富は富士山の富、うん、あ、富山県の富、うん、うかんむりの方ね、うんうんうん、で、数字の1、うん、口、田んぼ、うん、かっこよくね。かっこいいじゃないですか。それが A 級に続く、うん、全部上の富の字がなんかテトリスのパーツみたいに見えるんですよそれから A 級にテトリスが永久に降ってくる感じ。これはかっこよくないよそうなったら森だって木3つですからね。分かりやすいっつって。いや、森くん、はい、そうなんですよ、うん、木が3つなんですよね、うん、木が3つって、うん、あ、3つなんですねっていう感じがすごいしません。林さんだったら木が2つで、うんうん、あ、木が2つなんだよね、そうだよねって感じですが、うん、3つになると3つなんですね思うよね。なんかご立派なんですねみたいなね。自分の名字でも森っていう名字は割と良くない？いや、その子供心には何なんだろうって思ってましたよ、う
そのあ自分が何書いてるのか分かんないとこ、そう木3つ棒をいっぱい書いて、そう木3つで森ってまんまじゃねえと思って、あまんまだね、うん、うん、もうまあ今はね、うん、単純にフルネームの森庄司っていうのが、うん、親しみやすいよね、そう語呂がよくて、うんうん、覚えてもらえるんで、俺もついつい言っちゃうあの言葉をつなぐかのように言っちゃうもんねえ森庄司くんって確かに確かに確かに、うん、森くんでもね、ええ、日本の、うん、日本人の名字でね、うんうん、すっげーかっこいいのが本当あんなの知ってる？え、なんすか？なんすか？この名字はマジやべえぞっていう名字が、あの知ってる？ええ、知らない。超かっこいいですよ。なんすか？佐藤。え？佐藤っす。佐藤っていう字はマジかっこいいからね。佐藤っていう字をよく見てみて。ね。うんうん、佐藤という字は、はい、人弁ですよ、はい、人という字に左向け、うん、左へ、はい、で下にさもじゃーって藤の枝が生えて、うん、佐藤ってさマジかっこよくない？一つ言っていいですか、はい、藤の扱い雑じゃないですかもじゃーって藤ってそう雑にならざるを得ない、なんてかっていうと、はい、もう一個ね、その佐藤と、はい、すごいこう均衡してるかっこいい名字があるんですよ、はいはい、知ってるかい？いや何ですか、教えてくださいマジでかっこいいぞこの名字は、佐藤と石にを争うレベルでかっこいい名字は、うん、鈴木です、うん、鈴木っていう名字はマジかっこいいぞ、お字を見てくださいよ、はいはい、金という字に令和の令、うん、はい、下にドーンと太い木が生えて鈴木ってかっこよくない？トミさんそれ持ちネタですか？持ちネタじゃないよ、令和なんて言葉今日、ねね、確かにかっこよくないね、うん、ほんと今日以前にはないことだそうね、いや僕は昔はね、うん、あの金という字に命令の令って言ったんですけど持ちネタ持ちネタそれ持ちネタそれ今日は新たに令和っていう言葉を知ったんで、そうですねちょっとこれからはね、ねえ、うん、まあ岸くんもねこの2つの名字が、うん、日本のね多い名字1人を争うというね、すごいですよね、すごいでしょう、あのふとみっていう字って、はいはい、あの天内、はいはい、あれもふ、ふ、ふですよね、あれもふ、富とは読まないんですか、あれは読みます読みます、あでもさ、うん、天つけません、普通、普通って言うと悪いけど普通って言うと若冠の 富さんに申し訳ないけど、うん、まあつく方がね、普通つきません、うん、天って、うん、よくね領収書もらうときにね、うん、つけない人いるんですよね、あはいはいはいなんでつけないんだろう、普通つけませんそう、ついてる方がポピュラーですよね、ポピュラーですよね、富士山ついてますからね、そうでしょ、うんうんうん、ね、うん、森くんは木が3つのね、そう、そう木が3つです、あんよでーすって、ね、木が3つのってね、なんか雑なそのモノマネで森を語らないでください西野さん、かなさん結婚しましたね絶対興味ないでしょ、え絶対あります、ありますあります、僕西野かなさん結婚、うん、っていうか西野かなさん結婚早くしてほしいなってすごく思ってたの、え、うん、そんな心配してたマジで、なんでだって西野かなさんね、うん、会いたくて会いたくてね、うん、震えるって言うんだよ心配じゃないフ俺はだって今ね、うん、はい、でもさ震えてるっていうのに手助けすることが全くできないじゃん、まあまあまあ、メアドも知らないからね、うん、知っててもできないじゃん、ね、うん、でもね、うん、ご結婚されたことによって、うん、常にそばに誰かがいらっしゃるでしょうから、これからはね、うん、あの幸せにね震えずに、ね、取説渡してダーリンに詳しいなみんなこんなこと言ってるよねきっとね、それではですね、はい、そんな、うん、平成の、あ、
平成の歌姫ってことはもう過去形になっちゃうのかな。それはかわいそうだね。そうですね、確かに、ね、うん、ね、引退、引退ではないのか、引退、いや休止じゃないですか。休止ですか、うん、休止といえばですよ、うんうん、森庄司君、うん、今活動を休止しているバンドがありましてね、いいいい、マイドアリって言うんですけどね、ホットですね随分ホットですね、まさかの3週連続なんですけどね、パワープッシュパワープッシュでね、マイドアリの曲をね、うん、ね、うん、聞かせてあげたい、うん、聞かせて聞かせて僕結構もうファンですからね。ありがとうございます、うん、あの思うんですよ私、うん、活動は休止していらしても、うん、いいもんはいい、うん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 、うん、音源も iTunes で買えますし、うん、おお、ということでね、そんな、毎度ありのね、うん、歌姫ならぬ、うん、人魚姫という歌をね、うまい、お願いいたします。はい、ご紹介お願いしますもう行こう、毎度ありで人魚姫。やべえ、西野カナさんの話するつもりなくて、うん、高校野球の話するつもりだったんですよ。全然違うじゃないですか全然違う話しちゃったけども、まあいいかじゃ高校野球は話ちょっと待ってくださいよ。まあ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 、森庄司君、森庄司君、はい、人魚姫いい曲でしたね、うん、高校野球の話はまた次のシーズンに夏もうタイムリーじゃなくなるから夏夏ね、うん、そういうことで皆さん、言語が変わっても
ラジオホリデーよろしくお願いいたします。はい、はい、最後は森昌司くんの曲で素直な歌。昇る音、耳を澄ませ。